ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは。ホップでございます。今日ご紹介するお仕事はこちらです。レッドイング875にファスナーを取り付けました。内側にですね、10番コイルファスナーを取り付けました。こういう感じですね。どうでしょうか。はい、脱ぎはぎがね、とても楽になります。こんな感じでございます。レッドイング875にファスナーを取り付けたホップでございました。またね、アフィーダーゼン、バイビー。